さあジ J リフジャッジリプレイスタートです今回も SNS で話題となったシーンを取り上げて議論していきますえジャッジ解説は今日も元国際審判員の家本正明さんです家本さんよろしくお願いしますお願いしますさあそして今回のゲストですが水沼隆さんと栗原雄三さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますしお願いします えー、ふまりのそのレジェンドお二人、えー、今回は登場ということになりますが、まずオープニングでちょっと触れたいのは、J2 のレギュラーシーズンが、水山さん終わりま町田はすでに優勝を決めましたけれども、はい、ジュビロ磐田が1年での復帰ということになりました。まあおめでとうございますが、はい、ますず 最初に来るとは思いますしまあなかなかこういろいろ規制があった今シーズンでしたよね移籍、はい、とかいろんなことで、うんはい、でもそこをやっぱり乗り越えて上がったことは素晴らしいと思いますしあとはある意味逆転だったので、はい、ね諦めないでよかったなというふうに思っている方が多いんじゃないですか最後までですからクリアルさんこの自動昇格枠まあ三チームで争ってましたけど、はい、分からなかったですね分からなかったですね最終節までもつれたんで、はい、盛り上がっ ましたねさんやっぱりプレーオフとか、ジジャッジ大変でしょうね僕もたくさんありますけど、はい、もう、やばいっすよ <laughs> 絶対ミスできないっていう気持ちにやっぱりなりますかいやもう、もし大きなことがあったら、もう覚悟を決めるぐらいの思いで入らないと、あの緊張感は、リーグ戦と本当リーグ戦とカップ戦って本当、全然違う経色の試合なので。 あの多くの人の喜びに応える、あるいはそれを作るためにも、レフェリーの,そのマインドセットっていうところは非常に大きなポイントかなって思いますか、ね、プレーオフから VR 入るでね決勝戦が VR 入る、ね、なったのかな、今までそこが未確定だったんですけど、はい、なんか発表されてましたねプレーオフは水沼さん、本当にわれわれ第三者の立場で見ると、本当に面白いゲームになるでしょうね面白いって言っていいのかどうかって <laughs> <laughs> ね。 でも面白そうですけどね。一サッカーファンとして見ると、はい、やっぱりたまらないラソードのシチュエーションですもんね。はい、はい。皆さん最後までまあ消化からそういうも楽しんでいただきたいんですけれども、えー、J1 はまだあと二節残っています。えー、今回もいろいろなシーンを取り上げていきますので皆さんいろんな意見をよろしくお願いします。お願いします。ます今回取り上げるシーンはこちらです。週末に行われた J1 のゲームの中から合わせて三つの事象を選出しています。 ではまずはこちらのシーンです明治安田生命 J1 リーグ第32節浦和レッズ対ヴィッセル神戸後半アディショナルタイムのシーンです浦和のセットプレーの場面です中島がフリーキックを蹴りますが神戸のゴールキーパー前川がキャッチしここから神戸がカウンターパスを受けた大迫が無人のゴールへと蹴り込み神戸の決勝ゴールとなります しかし、この場面では浦和のゴールキーパー西川が攻撃参加しておりオフサイドだったのではという声が上がっております。ままずはこのシーンを取り上げます、まあ、優勝に関わるビッグマッチでしたので大きな話題になっているんですけれどもまずですね、えー、中継や VAR では、えー、使用できない、えー、映像スカウティング映像になるんですがちょっとこちらからまずご覧いただきたいと思います。 フリーキックをゴールキーパー前川選手がキャッチしてすぐにフィードしますがこの時点で大迫選手のポジションを見ると本さん結論としてはオフサイドだったと。 そうですね映像を見る限りはそう言わざるを得ないいと思いますね、えー、あの僕もここに来て初めてこの映像を見てああなるほどってで副審の方がどういうポジションにいるのかなって言った時に、うんえー、本来であれば、まあ、西川選手が前にいってるので、えー、この場合で言うとラストディフェンダーセカンドかは神戸サイドにいるのでハーフウェイラインがその最終 オフサイイドラインというかな、はい、そこになりますこれは競技規則上の話ですで競技規則にあるのは、えー、オフサイドポジションにいることは反則ではないが競技者の頭胴体もしくは足の一部でもボールおよび後方から2人目の相手競技者より相手競技者のゴールラインに近い位置にいる、えー、ゴールキーパーを含む全ての競技者の手や腕は含まれない。オフサイドの反則を、えー、判定するにあたり 腕の上限は脇の下の最も奥の位置までとする、まあこれハンドの反則の解釈と,と一緒なんですけどエイサーを見る限りはまあ腕が頭よりも十分出てると、はい、で次に腹心のポジションが本来であればハーフランの延長線上にステイしたままでなければならないんですが、うん、どういうわけか動いちゃってるんですよね、うん、なのでうんまあこの試合見ててすごくこうなんていうかエクサイティングで。うんあの 面白い反面難しい試合だったので副審が石川選手が前に行っていることをもしかするとふと抜けてしまった、うん、間がさしたっていう方が正しいかどうか分からないですけど、うん、ちょっとこう考えられない何て言うかな動きをしたために適切な競技規則が適用されなかった判断できなかったっていうシーンなのかなと思います。この試合は、 水沼さんが現地で解説をされてましたけれども、はい、あの解説の中でもいろんなところにこう注目されてお話をされてましたけど、はい、こう触れなきゃいけない点がたくさんあるたくさん凝縮されたシーンだと思うんですがどんなふうに,トータル的に感じられてたんですか是非その映像を、はい、まあ中継の。はい ところもう一回見ていただければわかるかなというふうに思いますけど、はい、僕は今これは喋らないで、喋ってください。聞きたいです。そちらを見ていただいた方が、<laughs> いやこれは本当にもう最後の最後なんですけど、まあ浦和が追いついて、もう浦和は勝たない勝ち点三を取らないと優勝に届かないっていう、はい、まあそういうギリギリの戦いだったんですね。うん まあ同点に追いついてそれでもいいだろうってもしかしたら考え方もあるかもしれないでも西川選手はやっぱり勝ちさ3を取るために上がっていった、うん、でフリーキックを受けるときに大迫選手が一枚多分あえて残ったんですよね、うん、戻らないで,、はい、でその駆け引きも素晴らしいしで僕はここで見てて、まあ、ベンチと中とコミュニケーションが取れてなかったんですよ、うんうん、で必,必死にベンチでは「おいなんどうなってんの?」みたいな感じで言っててで キーパーがキャッチすることが一番、まあ、レッツにとっては不利益というか、うんはい、良くないであ試合の中で本当に数秒だったのでそれをいろんなことを伝えなきゃならないなと思って僕は見てて、はい、まずはベンチとレッツの考え方とあとリスクマネジメントはどうなんだっていうこととあとはボールを蹴られた瞬間のオフサイドはどうだったっていうのは、うん、ゴールが決まってから考えてレフリーもちょっと止まったんですよ。うん、VAR にに確認をししてるんだなっていう,ふうに思ったし、はい でも結構早く終わったんですよ、うん、チェックオーバーが。はい、で僕はその時に「あゴール」っていうふうにポロって言ったんですけど、はい、なんでこんな早く終わったのかなっていうふうに思って、うん、もしかしたらパターうか、えー、頭に浮かんだのは映像が多分撮れてないんじゃないかっていうか、うん、見れてないそれが一つとあと腹審の方は多分同一ェアでは入らない、うん、キックの瞬間と大迫選手が出るタイミングと。うん で近くだったら例えば音とか蹴った瞬間の、はい、まあこれだけのスタジアムの完成だったのでそれはちょっと難しいかもしれないけど、はい、まあそういうことも考えながら見てましたけどこれはオフサイドじゃないかなというのは僕の頭の中ではすごくあって、うん、でもチェックオーバーが早かったからああ映像がななかかったのい、うん、いうふうふにも思ま多分優勝っていうことを考えるといろんな意味で影響は大きく出てくる可能性はあるとは思いますし。うん でもまあ証拠がないっていう多分、うん、絵的にそうですねが一番ポイントかなっていうふうには思いましたけど、うん、ごめんなさい長くなっちゃっていやいやとんでもないです <laughs> クレアさんどうですか、はい、このシーンまあこの映像を見れば、うん、まあ議論することもなくオッサイなんだろうなって感じはしますけどまあ現場でラインズマンの方とかは結構遠くを見ながらだから難しいと思うし、はい、まあオッサイの云々の前にこれを見てると 前川選手、すごいファインプレーしたなってそっちの方が、うん、今見たら印象がでででかいいすすよねあそこまで出てくるのご最近、前川って結構前に出てくるのが僕は多いと思ってるんですけどそういうのもプレーとしても素晴らしかったとは思うし、うん、あとね、副審の方がこうキャッチした瞬間は多分、見てるじゃないですか、はい、今。で、多分、修正だと思うんですよ。うん、最終ラインがラ ハーフラインなんだけどオフサイドという厳密に言うとだけど最後のディフェンダーのところに行っちゃう修正のような気がするあると思いますいるっていうキーパーが1枚いるなるほど最終ラインはここだっていうあと大迫選手の動き出しにもちょっとこう合わせるようなところが多少あったのかなとも思うんですけど大迫選手は一回我慢そうそう出ようとするでもあっオフサイドだでもちょっと戻るっていうね でも足残してるだけじゃダメな,ん、ね、ダメなんですよね。<laughs> これ家本さんあのちょっとこうネット上でも話題になってたんですけど、うん、ハーフウェイラインその線上、まあ、例えばペナルティーエリアの線上のファールは中と考えるっていうのがあるじゃないですか、はい、そういう部分の考え方が結構こう皆さんはどうなのっていう質問みたいな意見が多く出てたんですけれども。うんはいね、この話でうとハーフェイライランがありますでだから レズののゴール側の境界線あるじゃないですか、はい、そこの延長線上よりもこっち神戸サイトっていうかな、はい、そこに、えー、さっき言ったそのハンドじゃないものが、えー、重なっていれば、えー、ノットオフサイドポジションえっとそれがちょっと肩で1ミリでも、はいまあ、厳密に言うとですけどね、はい、よりも、えー、レッ列サイドに体、えー、の一部が出ているとオフサイドポジションにある。 っていう判断ですかね。だからは際は線の全体というよりかは厳密はこのこっち側のこの境界線じゃないですか。はい、白があって、シバフが見えてて、ここのところがせ境界線のポジション。うん、v R ってこの映像は普段ではないわけでしょ、ねはい、ないです。だから海外ではなくあるっていうことを聞いたことがあるんですけど、うんうん、だからこの時っていうかこういう時のために V まあ V R の中にスカウティングも何。 入れといてもいいいてもみたいな、うん、こういう事象があった時に使えるようにしといたらいいんじゃないのっていうのは保険をかけとくっていう意味でっていうのはあるんでしょうけど、はい、まあ今回のこのケースで言いますと、えー、スカウティングの映像、まあ、現在の J リーグの中継では、えー、スカウティング映像っていうのはまあ全く別のものなので、うん、え中継で採用することがまずできない。 で、VAR ルームでもそれを見ることはさんできないんで,すよ、ね、できない。もう仕組みと LINE に載ってないので本当ケーブルが別なので、うん、でも、まあ、高橋さんがおっしゃったように、まあ、決めるのは現場じゃなくてあくまでも、えー、日本サッカー協会審判委員会だと思うんですけど、うん、そこと J リーグサイドの話だと思うので,、うん、で海外って割とそういう引退を保険としてっていう話は僕も聞いたことあるので,、うん、で現場でこれができなかったっていうのはおそらく VR が全 まあ12台ぐらいかなカメラがあるんですけどそれをチェックしてもその明白な証拠がなかったなのでコンプリートせざるを得なかったって話です。うんうん、まあ現場の話はさっきもちょっとまた別の話なんですけど、はい、テクニカルの話で言うと何十試合何百試合に1回だとは思うんですけど、うん、でもまあ。 チーム選手サポーターファンからすると、うん、これで決まることって、うん、え仕組みとしてあるんだったらなんでって思う人が多いと思うんですよ。うん、なので来シーズン以降は委員会と J リーグがその辺のど,どうすればこの問題を解決できるのか、うん、今後っていうところを議論した上えで、まあ、お金なのか何かわかんないですけどねそういう風にしていただきたいなそうすると現場のレフェリーも助かる、うん、まあみんなが助かるって話ですかね。 まあ、本当にレアケースではあるんですけどただ、ア原さんこれ、まあ、もちろんまずはレッズの選手たち、まあ、スタッフ、はい、この、まあ、オフサイドを取るべきシーンで敗れてしまったそれからやっぱり優勝争いをしている F ・マリノスにとってもあまりにも大きな勝ち点の違いになるわけじゃないですか。はい まあ年間通したらね誤審って言ったらあれですけど、うん、まあ際どい判定っていっぱいあると思うんですけど、はい、またこういうタイミングでこういうのが来ちゃうと、うん、余計こういう議論になっちゃう、うん、とは思うんですけどまあでも、まあ、でかいくくりで言ったら、うん、お互い様って言えば、うん、もうしょうがないのかな、うんうん、と思いますけど、ねはい、で、これもし先ほど山本さんおっしゃったようにスカウティング映像をじゃあ例えば来シーズン、はい 取り込めるようになしましたで。VR ルームでも見れますっていうことにしても、すべてが解決するというわけじゃないですもんね、えー。多くの人はミスがゼロになるって思うんですけど、そんなこと決してないって話ですよね。はい。はい、で、まあそうなると、まあこの試合では、よもさん結局その現場のジャッジがこう100%このシーンに関して正しくできれば防げたっていう言い方はもちろんできるんですけど。はい ただこれアシスタントレフリーからしても家も,さんもちろん立ち位置の問題というのはありましたけど立ち位置がちゃんとしてたとしても結構見るのは大変なんですよね。これはあの多くの人にご理解いただきたいんですけどめちゃめちちゃゃ難しいです。はい、なぜかというとまあ線があるとラインは明白じゃないですか、はい、でそこにまあ頭、肩が出るっての結構わかるんですね、ここだけ見てればね。はい、でもボールいつ蹴ったのっていうのが問いとしてあるわけじゃないですか。はい、それが必ず。 こういうい視野内に入ってやるんですけどどうしても振らざるをえないんですよ 40m プラスアルファぐらいこう離れるんでだからここのラグってあるわけじゃないですか見てますで確認する見てますで。 なので、えー、あとはタカさんおっしゃったその反射的に戻ってしまった僕,あ僕も言われてそうかなっていうふうに思います、うん、こういうゲームの集中すればするほど、うん、でも物理的にここをこう見なきゃいけない作業が入ってくるのでそれも本当蹴った瞬間を見るためにはここを見なきゃいけないじゃないですか、うん、その瞬間これは消えるんですよ。でパンの時にあっていうだからどれぐらい正確にできるっていうそもそもだから人間には。 これを正しく判断できなないいいっていうのが、うん、あの言い訳なく、えー、あるだから復心されてる方はいえ家元こんなの超難しいよ多分みんな思ってますよ、はいで。僕も元経験者としてはこれそんな簡単な判断じゃないよなって、うん、そこもご理解いただきたいそれをなんかテクノロジーで、えー、カバーサポートできたらなっていう,う思いますけどね。はい、まあこうやってスカウティング映像っていうものが存在するっていう事実はあるので。 まあそれをじゃあ使ってくれよって思う方はもちろんたくさんいらっしゃるのは当然だと思うんですけど現時点ではちょっと使えなかったっていうのが真実と言いましょうかだからこういう、まあ、レアケースではありますしじゃあそのために多額の投資をするのかっていうところもまた問題としては考えなきゃいけないと思いますけど、うん、広い家は絶対必要じゃないかなって思いますよ、うん、やっぱり全体的に見るっていうことでもね。うんうんはい ま,あまたポジティブな議論につながっていけばいいんじゃないかなというふうに思います明治安田生命 j ンリーグ第32節川崎フロンターレ対京都3階をし6分のシーンです京都がチャンスを迎える場面です武田がワンタッチで中央に出してさらに川崎壮太が右に展開そしてこのパスを受けた福田がここからミドルシュートこれが決まって京都の得点となりますが 川崎の選手たちがこのゴールに抗議しますリプレイで見ると武田のパスが主審に当たりそのボールが川崎総体とつながっていました続いてはこのシーンについて議論しますさてこのシーンは主審にボールが当たってしまったところから、まあ、ゴールに繋がるという流れだったんですけれどもドロップボールにするべきだったんじゃないかという意見が結構届いておりますクレアさんはどう感じますか そうですね、まずは見てるとレフリーに当たってるのは間違いないし、はい、それが当たってなかったらもしかしたらフロンターレインターセプトできたのかなって感じもするんで、うんうん、やっぱり抗議したくなる気持ちは全然わかるしまあなんかドロップボールになるかならないかっていう判断っていうのは逆にどういうところで決まるのか聞いてみたいんですけど、うん、ど,うどうなんですか、ねうん 岩もさんまず一番わかりやすいのは、えー、ボール保持のチームが変わるっていうところですよねそうですね、はいはい、条文読みますね、はい、競技規則第九条ボールインプレーおよびボールアウトプレーまあドロップボールに関して八条にもあるんですけどわ、えー、かりやすいのはこの九条のところかなとで、ボールがし、えー、審判員に触れ、えー、競技のフィールド内にあり次のようになった場合三つあります、えー、チームが大きなチャンスとなる攻撃を始めるまたはボールが直接ゴールに入る またはボールを保持するチームが入れ替わるこうしたすべてのケースではプレ,ー、えー、プレーはドロップボールによって再開される、うん、で、このケースで可能性として出てくるのはチームが大きなチャンスとなる攻撃を始めたと言えるのか、うん、が論点争点だと思うんですねどう思いますその当たったことによってと<う>いうことですよねでもちろん、えー、レフリーに当たって えー、それなりの攻撃っていうのかなあんまりゲームにネガティブなインパクト当然相手チームもそうですしボール保持側のチーム選手にもとってもそうなんですけどそれがあんまり大きなチャンスといえないとかダメージがないよねっていうのであれば、うん、プレーオンで全然、はい、プレーオンっていうかなその反則じゃないので、えー、続けましょうでいいんですけど、うんまあ、当たっててこれがフロンターレにとってネガティブなインパクトを与えたのか、えー、それによって京都が、えー、より大きなチャンスとなる攻撃が始まったと言えるのかっていう。うん いや、この感じだとたぶん当たってなければフロンターレがボールになってたような気がするんで、うん、ただレフェリーの方も初めてってことでそうですね。J1 <laughs> デビュー戦しし、ね、そうですね。だからなるべくこう波風立てないように終わらせたかったのかなっていうので <laughs> それが恨みに出,出ちゃったんじゃないかなっていうような <laughs>、うん、水間さんどう思いますセ、まあ、セガンのインターセプトでしょうね。うん、それは。 でも最初見た時は僕ねあの攻撃が始まってそのままスムーズにいったから流したのかなって単純に思ったんですよ、ね。うんはい、別に相手ボールにもなってもないし、うん、まあ京都が出したボールだったので、うん、でもはっきり横からのラインで見てると当たってコースは明らかに変わってて、うん、でもういい形で前に落ちてるので、うん、まあこれはやり直しでも仕方ないかなっていうふうには今やっぱり思ってますね。うんはい こういういいケースがが起ききたた。とに、さん、VAR は何がでるる <laughs> 言われると思いました、はいえー、僕の解釈これはちょっと委員会にも確認したいなと思うんですけど僕の解釈は、えー、まあ特典が生まれてるのでそこに、えー、掛,け合わせる掛け合わせられるだろうっていうのが多分,多分多くの人が思うと思うんですけど、はい、僕の理解は多分それで違反行為があったかどうかなのでこれ違反行為じゃないじゃないですか。はい そうするとレフリー現場のレフリーたちがこれをどう思ってたのか可能性があるとするとだからに奥側の方よりかはメインあるいは大の審判員がやっぱりコースが変わって、えー、京,都の京都の攻撃がつながってるけど、えー、やっぱりこれは当たったことによってより京都が大きなチャンスを作り出したよねって感じたと思う。うん、あるいは感じることができたらインカム使って、はい 止めた方がいいいとととか、ろんんなことを言えると思うんですよ。レフェリーがその状況あの、まあ、体の位置関係もそうですしそからその流れがどうかっていうのはあの把握しにくいでまして、まあ、デビュー戦であれば割といろいろとパニック状態になってると思うので冷静な判断ができないのでもしそういうサポートがあればよかったなでしたのであればレフェリーがそれをいや私はそう思いませんって多分キャンセルこれどっちかなと。 でもまあ、絵を見る限りは僕は止める必要があったシーンなのかなって思いますけどね、はい、これ個人的な完全な推測なんですけどこの後のレフェリーのジェスチャーとか見てるちぐさを見てると VR とコミュニケーション取ってるのかなっていう感じはもちろん得点が入ってるので、はい、取ってるんですけどじゃあ VR は繰り返しますけど介入してオンフィールレビューを <laughs> 見せることができるのっていうと僕は今の競技規則のまあ なんかあり方とかかを考えた時にはうんできななないいいののじゃないのかなっていう理解もしかするとできた可能性はでもなんかちょっと僕の解釈がちょっと不十分な部分もある可能性が高いのでそこは本当に委員会がこれをどう考えるかっていうのを聞いてみたいなと思いますけどねこれでも栗原さん例えばこの段階で主審が笛を吹いて止めたら止めたで、うん、京都サイドからはいやなんでチャンスじゃんっていう, <laughs> う、ねうん、出ますよね声がね。うん、当然出ると思いますし。うんはい まあ今見てたレフリーの方、ぱって見たときに逆が見た瞬間は京都の選手が3人ぐらいいるんでたぶん、はい、多分状況を把握できなくてそのまま京都ボールになると思ったんじゃないですかだから流したとは思うんですけど、はい、この角度だったら、まあ、当たってなかったら多分セガーのインターセプトだというふうには分かるけどその瞬間、本当3人ぐらいいて、まあそこに通るというふうに判断したら多分流すし。はい a p p で戻ってもその前のパスぐらいからでしょうきっとでも違反じゃないから止められないあ VR 入れないってことだよねドロップボールって違反にはならないなんです、ね、そうですよね<う>別にファウルがあったわけじゃないですからね<う>こ,れこれもすごい難しいねだ結構レアケースかもしれませんよね,、まあ、うよねレアケースばっかりじゃないいやーこれでも本当に一瞬でその ドロップにするために笛を吹いて止めるのかどうかっていうのを判断しなきゃいけないわけじゃないですかでも京都はもう前掛かりになってスピードに乗った、うんうん、なかなかクレアさん笛吹くのも勇気がいると言いましょうか決断力求められますねいや本当そうだと思うしその瞬間を逃したら余計吹きづらい,い、はい、と思うんで、うん、難しいですよねやっぱりダメとか言えないですよねこれはこれは本当止められないと思うよね、えー、繋がったんだ ちょっと見て福田選手はシュートを打ってちゃいそうだからやっぱり止めるってやったらそれはそれでもう問題になりますもんね止めるのであればコースが当たって京都が行ったぐらいですよね、はい、もうそこまでがもうデッドですそれ以上行ってしまうともうやっぱ止められないでしょうねちょっと意地悪な質問かもしれませんけど家本さんから見たら出身の 例えばポジショニングっていうのはどうですか、まあ,あんまりよくはなかったですよねでもあの僕も当然デビュー戦はあるんですけど、はい、デビュー戦ってやっぱプチパニック状態がずっと続くんですよ、はい、これを普通になんか関係ないでできるのって多分まあでもこういう経験が本当に後々生きてくると思うし、うん、でもゲーム自体はさんさんもうエクサイティングなゲームだったのでそういうゲームを経験できたっていうことで。うん いいんじゃないですかいやもう次に活かしていただきたい、ね、サポーターの皆さんの気持ちはちょっとね、はい、引き分けかよ、うん、っていうのはあるかもしれないですけどね明治安田生命 J1 リーグ第32節アルビレックス新潟対 FC 東京52分のシーンです FC 東京の攻撃シーンですゴールキーパーのフィードからのこぼれ玉をディエゴ・リベイラがうまくキープしますがマイケル・ジェームズに奪われそうになったところでタックルして主審のホイッスル ディエゴ・オリベイラのファウルとなりますただリプレイで見るとディエゴ・オリベイラは両足で挟むようにしてマイケル・ジェームズを倒しており非常に危険なプレーでしたしかし VAR の介入もなく判定はノーカードのファウルのままとなりました続いてはこのシーンについて議論しますさてまあ、リプレイで改めて見るとどれだけ危険なあコンタクトだったかっていうのはよくお分かりだと思うんですけれども 結局マイケル・ジェームズ選手はこのコンタクトで負傷してしまいまして担架で運ばれて交代となってしまいました、まあ、判定はノーカードだったんですけれども呉原さんどうう、ですかそうです、まあ、傷つける意図はなかったと思うんですけど映像を見る限りは危険なプレーには見えますよね、うんまあ、ノーカードっていうのはどうなのかなとは思いますけど。うん、まあディエゴ選手の 進路にマイケル選手が入ってきたっていうのもあるんで、うん、まあそこはちょっと難しいとこなのかなとは思いますけど、うん、右足の出し方は、栗原さん、仕方ないという感じしますかちょっと大きくなったんで、前に多分仲間がいたんで、そこに多分出したかったと思うんですけど、なるほどまあ届かなかったんで、なんとかこう最後、左足で粘ろうと思ったと思うんですけど、うん、そこにマイケル選手入ってきたんで、うん、まあ危ない形になっちゃったのかなって感じはしますけどね。うん 黒柳さんは、じゃあ、あイエロー、という感じですか。まあ、イエローは、出てもいいかなとは思いますけどね。水間さん、どうでしょう。人がいるところに、突っ込んでいって、足を出している形ではないので。はい、まあ、ファールの取られ方としては、すごく難しい、ジャッジにはなるのかな、というふうには思いました、ね。あと、最初、まあ、千葉ちゃんのところ、こう、抜けてって、ボールが長くなった。 で多分最初、視野には入ってきてないですよね、はい、マイケル選手は。はい、で、途中から、あ多分気づいてるんですけど、うん、ただ、それをもうスルーパスを出そうとしてるから、右足を出した、うん、でそこに入ってきて、まあ、左足も出してしまったっていう形で、まあ、レフリーとしては、まあ、当然、ファールにはなるけども、カードまでの対象ではないだろうと、まあ、流れの中だったのでっていうのはあるのかもしれない、うん、でも、v r が入ってもいいかもしれないですよね、うん、やっぱり、最終的には後ろからいってる形にはなっちゃってるので。うんはい で深いところで多分足首を持っていかれてる感じになってるので VAR が入るべきだったかなっていうふうには僕は思いますね。それは一発レッドかどうか、はい、で結果イエローでもじゃ水村さんは納得はできますか、はい、できますね。うん、まあちょっと負傷交代となってしまったので、うん、軽傷であればいいなっていうのがまずあるんですけれども家元、うんうん、さんどうですかノーカードのままでしたが。 うん結論は少なくともイエローカードっていうのは皆さんおっしゃるとりまた、まあ、僕もそう思います、はい、でじゃあなぜそう判断主審ができなかったのかっていう話でいうとちょうどこう重なってしまった、まあ、串刺しですよね、うん、で目の前にも複数の新潟の選手がいるディエゴ選手は奥に足伸ばすので、はい、まあこの番組も言いますけどレフリーから離れていく事象って結構見づらいんですよ。 なのでレフリーはこれを適切に判断するのはかなり難しい状況になってしまった、まあ、これもあるあるなんですけど、えー、離れて速攻じゃないですかなので近づこうと思ってなんかいわゆるその寄っていくとかレフリーサイドってまあ左側に抜けるんです対角線審判犯がそっちに行くこれそうじゃなくてまあ角度を取りに行くっていうまあレフリー言葉があるんですけど右側の方に行けばアングルが取れてくるんですね。 えー、このディエゴ選手に対する印象っっていうのが変わったが1つあります、うん、でもう一個思ったのは現場のまあ副審あるいは大の審判員が真横から見てるわけじゃないですかこのディエゴ選手のタックルを何も感じなかったのかな少なくとも「イエローイエロー」って伝えてあげてほしかったなっていうのは思ってます。うんうん VR はどうなのって、ね、なった時は僕も VR 入った方が良かったなっていう絶対入るかどうかは赤なのでじゃあこれ100%レッドなのっていうと個人的には100はいかないから、まあ、レッドかどうかのボーダーラインぐらいなのでボーダーラインなので、まあ、入ってもいいデーゴ選手とも結構アンラッキーだったっていう、はい、まあアンラッキーって言葉がいいかどうかはちょっと分かんないですけど。 その相手に対して言ってっやろうっていういい気じゃないかっていう話ですよねうあくまでフットボールをしようとした結果、えー、結果的に相手に、まあえー、の安全を、まあ、おかししましたっていうシーンで、うん、それがどのぐらいの相手に結果的に安全をおかしたのっていうと僕はかなりレッドカードに近い結果的ですけどねでそれは結果も踏まえることは十分謳われているので僕は、えー、現場で少なくとも。 副審サイド、あるいは、その、第四審判員がコールしてほしかった。はい、v. R. も、ここは、えー、オンフィールドレビューを、主審に、まあ、推奨した方が良かったっていうシーンに感じますかね。まあ、わかんないですけど、V. R. が、なぜ入れなかったのかっていうと。えー、v. R. からすると、えー、真っ赤に感じなかった。黄色以上はそうなんだけど、黄色じゃ入れないじゃないですか。で、いわゆる、オレンジの類の。 黄色いヨなのか赤いヨなのかってそこで迷ったので迷うってことは上げ上げなくてもいいって判断をしたのかなって思いますがえそこのはゴーダーは赤に近ければもう入っていいんじゃないので今 FIFA も GFM も、えー、選手の安全に対しては丁寧に対応しましょうって言ってるのでそういうのもあるから僕は入った方が良かったなっていう,うでも絶対そうだよねイエローじゃ当然入れないけど赤に近いかもっていう時は VR はやっぱ入って やっぱりオフィールドレビューをしてもらうっていう方の方がいい気はするけどなそれで結果まあイエローかなってなっても納得感が出ますよねこのシーンにはそうですねで、えー、僕が言いたいのはそのマイケ選手が負傷退場したからってここまでの結果じゃないって話ですね、はい、あ,のあくまでもこのプレーをして不審が止めたこのシーンに対して赤なのかどうなのか 介入した方がいいのか、すしてはダメなのかっていう議論をしてるって話なので。うん、あ,あの、マイケル選手が負傷退場したっていうところは、僕の判断の中には入ってないって話ですかね。うん、これは、ク原さんあのデーゴ選手の。こう、プレーのイメージで言うと、最後左足は。なんとか左上でボールつつけないかっていう感じなんですかね。いや、そうだと思います。右で触れなかったし、ボール多分奪われそうになったんで。ちょっと触って。っ 触れてない。触ってますよね。なんで一応ボールにはもちろん行ってるとは思うんで、なんとか相味方につなげようっていうプレーだとは思うんですよね。千葉ちゃんの右足もちょっと若干気になります。そこ？どうどう？これ退場かもしれない。こっちが。こっちが。これ面白い。受け身は取ってる。ほら絵になりますね。千葉ちゃん見せるね。はい本当ですね。 まあじゃあ、はい、岩本さん、このシーンに関してはやっぱり VR が入っても良かったんじゃないかなっていう感じですかねまずはあ、もちろん主審がの話もそうだし、はい、現場のレフェリーのチームがっていうのが前提になりますと、はい、ただ、まあ、映像を見る限りはオンフィールドレビューした方が良かったシーンなのかなっていうふうには感じますかね、はい、ちなみにです、ね、この試合なんですけれども試合終了の際の笛、えー、その終わり方というところがちょっとこう気になる、うん、うところがありまして。 えー、主審が試合終了のホイッスルを2回吹いていたようなあ、まあ、聞こえ方をするんですけれどもこれについてはイエ元さんどんんなふうに解釈したらいいんですか、えー、まずコーナーキックがあるタイミングで、えー、コーナーキック前の状況は VR としては何もないよっていうのを主審に伝えますだからいつでも終わっていいですよ多分伝えてますでもまあコーナーキックが蹴ったので退場 PK の可能性があるのでそこからチェックしますと。 特にまあそういうシーンもなかったので、うん、え基本的に終わる前提でいて VR が確認をするので私主審としてはここでやめますねって意思表示をした、うん、で VR からチェックコンプリートオールオーケーを伝えたあじゃあ終わりますねっていう流れなんですね。はい、ただし、えー、この右手を上ね。という流れなんですね。という流とか違うメッセージをね、えー。と<ー>てしまった可能性が一つあります、はい でこういう試合のやめ方日本で、まあ、メジャーポピュラーなのかっていうとそうじゃあんまり見たことないじゃないですか、まあ、海外では結構あったりはするんですけど日本ではそれほど、あのー、認知されてない就労の仕方なのでみんなが大きなハテナを持ってしまった、うん、なのでもう少しこう工夫をしてもよかったのかなっていう気はしますかね。あとは、まあとと追加時間のあり方みたいなところで まあ、新潟、まあ、ゼロゼロの状況で。もうワンプレーや、る方法はないのかっていうところ、まあ、こういう状況じゃないですか。はい。だから、そこは多分考え方の一つとしてはあるのかな。うん、まあ、選手サイド、チームサイド、サポーターサイドにはあるとは思うんですけど。はい、まあ。オッケーだったら、ピーピーピー、あの時点でやめるか、もしくはピーピーピーってこう。ゼッシャーをして、あ、なんか、これって何、何って話じゃないですか。でそうすると、これをして。こう、見持っていけば、あ、なんかチェックしてんだな。って、理解した上でピーピーピー。 そうすると、まあ、繰り返しますけど「えこのタイミングでやめんの?」っていう議論はもちろんあるんですけど、うん、それを踏まえた「え何だったの?」っていう大きなクエスチョンにはならなかったのかなって思いますけどまあでもあの海外では、まあ、時々見るポピュラーな、ねまあ、メジャーな話じゃないですけど時々見るやめ方かなっていう笛の吹き方ってそれぞれ千差万別じゃないですかあこうだっていうのは明確に決まってないですね決まってないの明確には。 試合が終わった時にピッピーって2回の人とピッピッピーみたいな人となんかいろいろいるじゃないですか今さ、ね、あ,あれは何それぞれ自己主張です <laughs> ああそうだよね絶対そうだとは思うよ <laughs> 自分なりの自己主張表現です自己表現です<ー>でも最後なんか センターサイドの方こうって指刺さないですか？試合終わった。さす人もいますね。え、それは決まってないの？自己表現です。それぐらいでもなんかわかわかりやすくやってほしい人いるよね。PK の時だけこうやってやるんじゃなくて試合終わったらさ、こうね、ハーフフェラインというか。あの指の PK の指し方もすごい決める人と、そうですね。さらっとこうする方と、もうこうやってやる人いますいます。はい。自己表現。はい。するは決まってるね。もうそれも。 あのもとずいぶん昔かなずいぶん昔はモルテンさんが提供してくださったのを使ってたんですけど今ちょっとわかんないですけねあの提供されている,るのか、マイホイッスル、まあ基本マイホイッスルです、ね。ちなみに僕はあの練習とかであの電子ホイッスル使うんですけど、なんでだよ。ね、それはダメだね自でよ。自分の声で行けよ自分の声で。どうなのかな。<laughs> 電子ホイッスルは絶対あの吹き方にミスが起きないのと結構響くんですよ。うんはい そう、はい、あと使い回しもしやすいっていうのもあって、うん、僕は電子書籍数で練習とかいつもやってるんですけど。フュヒュー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 ってはならないってうは、あれ <laughs> らない、はい、あれ、ちょっと気持ちになれるんだよね。はい。ピッて吹いてほしい時あるよ、うん、ね。ねそう、はい、なんかフュヒューヒュー終わったみたいな。<laughs> <laughs> このコンテンツでは毎回視聴者の皆さんから、取り上げてほしいシーンやテーマ、さらにナイスジャッジに関する事象を。エックスで募集しております。ハッシュタグ、ジャッジリプレイで取り上げてと付けまして、投稿してください。 サッカーにかかる皆様へのリスペクト毎回必ずお忘れなくお願いいたします、えー、今週末は J1 のリーグ戦がないため来週の番組はお休みです次回は佐藤久人さんと引退されたばかりの太田康介さんもお迎えして11月28日に配信予定ですさあというわけで今回は F マリノスのレジェンドを2人に来ていただきましたクレアさんまずいかがでしたかそうですねやっぱりここで映像をゆっくり見ても きわどかったり難しかったりするんでやっぱ現場で吹かれるレフリーの方ってのは本当大変だなって思いました文句言って、まあ、前もちょっと謝ったんですけど改めて改めて。<改>めて <laughs> いっぱい文句言ってすみませんでした黒原 <laughs> さん、あの引退されてから、はい、例えばこう指導の現場とか、はい、そういうところで吹いたこととかありますか一応その指導者ライセンスを取りに行ったんですけど、はい 笛を、ね、吹くことっってなかったんですよ、はい、だから笛吹くだけでも結構難しくて、はい、さっきたかしさんが言ったようになんか変なフィーって <laughs> <laughs> 結構ねあの選手も「ん?」みたいになり出雲 <laughs> さん今日はちょっとこう難しい事象もありましたけど出やすぎるでしょうっていう、はい、でもいろんなこう見方があるなっていうのもそうですしあとは VR が入ったとしてもやっぱりそれが。 エビデンスとして残る映像がなかったりとか、まあ、それを判断しなきゃならない現場の大変さとかだけど一つ大きな枠組みの絵があればまた違う見方ができるなとか、まあ、いろんなことがこの回で勉強になったなというふうにも思うし、まあ、いろんなことを考える、まあ、題材になったのかなというふうには思いますよねでも改めて本当にレフリーの方は大変だと思う本当に思う笛一つでだいぶ違うっていうのもやっぱりね 生き方もそうだし、こだわりがあるのもわかりましたよ。はい。ふゆ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 っていう増だけからね。<laughs> <laughs> 今回こういろんな事象をお届けして、まあレアケースっていうのはやっぱり時には起こり得るで。それにじゃあ対応していくにはどうすればいいのかっていうのはやっぱりもっと前向きに考えていけるといいです、ね。まあそうですよね。いろんなこともわからないから VR ができるようになって、ボールテクノロジーもそうかもしれないけど、やっぱりどん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 サッカーが進化してルールも変わっていく中で。 見なきゃいけないことが多くなってきているので、はい、やっぱりそれを考えていかなきゃいけない部分かなと思います、はい、今後も伊オさん、前向きな議論をここでできるだけやっていきましょう。はいはい、というわけで、本日も皆さん、どうもありがとうございましたありがとうございました。